ハローワールドをやっていきましょう。はい、じゃあこうやって、The Go Playground というものがありますと、これは、Go のソースコードをウェブ上で実行するための、サイトになっていますと。こんな感じになっていて、こうランって押すと、ハロー世界と表示されてますね。で、ランが実行で、このフォーマットっていうのがこうやってピッと、コードフォーマットをかけるやつで、まあ、インポートっていうのにカチッとチェック入れると、踏むと、プリント入れる。このまま実行すると、この、まあ、ちょっと細かい話はまた後で詳細で説明しますけど、踏むとパッケージをインポートしないと怒られるんで、これをピッてやると、インポートが勝手に追加されますと。で、まあ、デフォルトにこうやって、こうなんか、Go プレイグラウンドでできる、ものが、こう、なんだろう、ひな形としていろいろ用意されています。テストもできるんだねとか、複数のファイルもいけるんだねとか、画像も実は表示できるんだねとか、オファー出てますね。とか、スリープとかもできるんだねとか、あとは、クリアとかも、画面のクリアとかもできるんだねと。これですね。ビヨーンってのもできますよというのがありますと。で、シェアボタンを押すと、こうやって URL が生成されますと。で、これをコピーして、ピッと開いて、もう一個開けば、同じソースコードが開きます。なので、誰かに質問したい場合とかは、これに書いて、The Go Playground に書いて、これってどうなんですかねっていう質問の仕方をすると、非常にこう議論がしやすくて、質問答えてもらえると思います。で、動くものを、しかシェアできないかというとそうじゃなくてですね、これコンパイレーラーになりますけど、これもシェアできますと。または別になんかこう、こんにちはとか書いても、一応シェアできますね。別にな書いてる内容が Go かどうかは別に特に関係ないですけど、まあ、できる限り The Go Playground なので Go のコードを書いてください。日記とか書いてシェアすると、まあなんか Google の、Google がこう、好意で提供してくれてるので、すみません、よくわかりません。はい、提供してくれてるので、まあ無駄にストレージ食っちゃうので、まあ Go のことシェアしてください。で、これいつまで保存されてるのかっていうんです、いう話なんですけど、ちょっとそちらの方は私もよくわかんないですけど、私が2012年ぐらいに投稿したプレイグラウンドの URL もまだ有効だったので結構長持ちするかなと思います。まあそのうち消される可能性は十分あると思いますけど、なので社外秘とかは、社外秘の行動とかを社内で共有する際はですね、でこのプレイグラウンドを使うと、もれなく Google のサーバーにアップロードされちゃうので気をつけてください。ちなみに実行するのも、ソースコード送られてますので注意してください。で、この Go Playground はですね、サードパーティーパッケージも使えますと。ライブラリー作った際にリードミに貼れるので非常に便利ですと。まあ、こういった感じでですね、このリンク開くと、ピッてやると。はい、こうやって使えますね。ライブラリー。で、複数ファイルが使えますと。なんか、ファイル名、みたいな形にすると、それを区切りにしてやると、この左のディレクトリ構造を右のように書くとですね、それもちゃんと、認識してくれますと。で、うまくいかない例としては、なんかこう、コメントの中にハイフンハイフンが奇跡的にある場合は、なんかうまく、できないです。なので、注意してください。サードパーティーのやつはですね、結構最近使えるようになりました。あとは、Chrome 拡張とかもあります。これ、シューマイさんという方が作ってるやつですね。あとは、私が作っている、コマンドラインから操作するやつもありますと。API クラウントなんですけど、GP というコマンドも
付属しているので、これ使うと、コマンドラインツールで、シェアとかもできますと。なのでこれ便利ですよと。でちなみに -go2 と、聞いた IP を呼べなかったの聞いた側の問題か。これは聞いたとは関係ない。The Go プレイグラウンドの API グラウンドになりますと。で、-go2 というオプションをつけるとですね、go2go プレイグラウンドという、ジェネリクスの、ソースコードをコンパイルできる、プレイグラウンドを使うこともできるので、これを使って、新しい Go の言語集で遊ぶというのができますと。あとは、まあ、GP も複数ファイルに対応しますので、なんかこう、なんかファインドで、なんか、いい感じにドットで始まる付加しファイルだけをこう除去して、なんか、ファイルをこう、XLGS で GP のシェアに加わせると、いい感じにこう、複数ファイルをビョーと上げることができます。これ非常に便利です。はい。で、まあ、ここまでちょっと長々喋りましたけど、一番簡単な Go のプログラムの、構成を説明しますと、まあ、まず、ファイルごとにこのパッケージの定義を書きますと。どのパッケージとして、このファイルを定義しましょうという話ですね。まあ、この場合、まあ、メイン関数があるメインパッケージを定義していますと。で、この下のファングで始まるのは関数の定義なので、メイン関数を定義していますと。で、真ん中のこのプリントネームはプリントネームという組み込み関数をハロー世界という引数で、呼び出しています。まあ、要するにハロー世界という文字列を表示するというプログラムになっています。で、これから出てくるソースコードの中にはですね、コメントが書かれたものが出てくるので、ちょっとコメントについて説明しています。コメントはプログラムに対する注釈を書く機能で、基本的には実行されなくて、これは何のためにあるのかというと、人間のためにあります。で、コンパイル時にすべて消されるというか、まあ、認識されないという感じですね。で、スラッシュスラッシュが行コメントですね。で、スラッシュアスタリスク、アスタリスクスラッシュで囲まれた部分がブロックコメントになります。行コメントはスラスラから行末までがコメントとして扱われます。ブロックコメントはスラッシュアスタリスクからアスタリスクスラッシュの間は全部コメントとして認識されますと。はい。で、まあ、人間が読むものなので基本的に人間のために、コメントを書いてくださいと。イントの変数を定義しましたみたいなものは人間のために書いてるかもしれないですけど、プログラムコードと同じことを、日本語で書いてもそれはなんか何の補足にもなってないので、できれば、何のためにこのコードを書いたのかとか、こういうことに注意してくれみたいな、コメントを書くことをお勧めします。はい。で、まあ、ちょっともうちょっとやったら、休憩に入りたいと思いますけど、プログラムが、実行されるまでの流れとしては、こんな感じでコーディングして Go のコードを作って、でコンパイルをかけて、でそれがバイナリ機械語になって、それをコンピューターの上で実行するという感じですね。で、まあ、ここの、コンパイルと実行を一緒にやるのがインタープリターになっています。で、プログラムに問題がある場合はですね、コンパイルエラーになります。コンパイルエラーっていうのはこのコードをコンパイラーに渡すですね。 Go build ってやると、なんかあなたのコードには問題がありますよっていうのを教えてくれますと。で、よくあるのが、何が分かんないけど動きませんっていう話を持ってくる方が、結構ハンズオンとかでいるんですけど、コンパイラーはですね、結構親切なエラーを出します。ただ英語で出してるので、ちょっとなんか嫌だなと思って読まない人が結構 いますけど、まあ、Google 翻訳とかピャッとかけてしまうと、日本語になるので、コンパイルエラーはのエラーは必ずちゃんと読んでください。まあ、エンジニアとして、こう活躍している方はですね、ちゃんと英語の、コンパイルエラーをちゃんと読んでますので、ぜひ読んでくださいと。で、Go のプログラムがどうやってどこから実行されるのかというと、メイン関数から実行されますと。プログラムの始まり、エントリーポイントになっています。メインパッケージの中のメイン関数から始まりますと。
まあ、Java とか C とかも同じような感じですね。今度プログラムは初期化を必ずここから実行されますと。厳密に一番最初の関数はどこなのっていうと、パッケージ変数の初期化とかイニット関数っていう特別な関数があって、それが先なんですけど、まあ、ざっくりメイン関数から先だと思ってくださいと。なのでプログラムを読む際は最初にメイン関数を読むと、小さなものだったらかなり、まあ、間違いなく読めるかなと思います。ただまあずっとこの起動しっぱなしのようなプログラム、まあ、ウェブサーバーみたいなものとかは、まあ、なんかリクエストが来て処理するみたいなタイプの、ものデーモンとかそういったものに関しては、ハンドラー HTTP ハンドラーみたいなものを読むから読むといいかなと思います。ここで言ってる関数っていうのは処理を意味ある形でまとめたものになります。